茨城交通茨城交通、小井淵営業所茨城交通、小井淵営業所は、茨城県三都市、小井淵町に位置する茨城交通の営業所である。2010年5月31日までは、茨城大都の営業所だった。3.23は、浜田営業所と、5.1112.1923.2473.81は、うばら大間営業所と、 共感一般路線車両茨城オート時代に導入された車両を茨城オート時代に導入された車両を茨城オート時代に導入された中古車両2010年まで茨城オートの営業所だったため遺憾当初は同社の赤と黄土色の塗装をまとった車が大半を占めていたしかし茨城交通との合併後に代替した車や ウバラ大前第二車庫閉鎖に伴う転属車によって、茨城オートカラー車は数を減らしていき、現在路線車はすべて、ウバラコーカラーとなった。また旧茨城オート路線で運用される場合、茨城オート時代を踏襲した縦書きの独特な LED 表示が使用される。一般路線車は、大型車と中型車が配置されている。2018年には、 茨城交通全営業所に先駆けて、一般路線車はすべて LED 幕になった。また敷地に余裕があるため他社から買い取った、中古車両を当営業所に一時留置することがある。ありがとうございます。